今日は沖縄トヨペット港川店さんにお邪魔して、新しくなった新型ポルテの発表会に来ています。では早速見ていきます。7月23日に発売されたニューポルテ、新しいスタイルをコンセプトにした使いやすいプチパンです。一番はやっぱりこの大きなワイヤレス電動スライドドア。荷物がたくさんあっても赤ちゃんを抱っこしていてもスムーズに乗り降りすることができますね。乗り込み口が低いのもニューポルテの特徴。地上から約30センチの高さはご年配の方や小さな子供さんも安心して乗り降りできます。これだけスペースが広い車なら雨の日傘を差したまま車に乗ることができ、自転車やベビーカーの出し入れも楽々です。座席のスタイルをヨットに合わせてラクラクチェンジ。自分の使い方によって広さも自由自在です。広くて大きな窓、シンプルで使いやすい運転席はまるで包み込まれるようなシートでリラックスしてドライブを楽しむことができそうです。女性には嬉しい収納スペースの多さにも注目。便利なのはもちろん、インテリアを自分らしくアレンジして乗ることができます。室内の高さは138センチあるので後部座席にいてもこの開放感。アイドリングストップ機能付きで環境にも財布にも優しいニューポルテ。エアバッグも運転席助手席だけではなく前後席のサイドにもカーテンシールドエアバッグが装備されています。ボディカラーは全部で8色。その中からシートのタイプと色の2を選ぶことができ、オプションも充実。自分らしく、そして自由に、デザインと機能を兼ね備えたニューポルテのご紹介でした。